秋田しおりです。秋田しおりです。京都に住んでます。はい、山本彩香です。兵庫県に住んでます。よろしくお願いします。まいなです。京都に住んでます。よろしくお願いします。新江美咲です。大阪に住んでます。よろしくお願いします。なんか敬語で話しちゃうと、ですとかになるとやっぱり語尾が大阪っぽくならない、うん、からも、うん、囲碁が標準語。囲碁が標準語で、囲碁が大阪みたいな感じで、うん、そうなんだろう。おばあちゃんとかがこう道歩いてるときに話しかけてきて、あ、うん、おでもなんか普通に元気とか、なんか金魚が育ったよとか、変わりのない会をします。セブン、それ、あ、全部イントネーションな感じしたんだ。セブンをセブン入れって言ってたから。関西はすごいやっぱご飯も美味しかったりとか、人柄が良かったり、魅力がいっぱいあるなと思うので、これからもね、関西を誇りに思います。バイバイ。バイバイ。地元に行ったらやっぱりこうやって京都の魅力とかお友達とかと話すことがないから、やっぱりこう大阪の人、兵庫の人とそれぞれからいろいろいいとこ教えてもらって、やっぱりまた遊びに行きたいなって思いました。東京におるのに大阪弁でこうやって先輩方たちと喋るのってやっぱりちょっと難しい。今もすごいなんか違和感があるけど、でもすごいいろんな情報を交換できて楽しかった。ちょっと緊張したんですけど、なんとかサポートしていただいて成立できたかなって思ってる。